皆さんこんにちは。今日は北八ヶ岳に1泊2日で登山に来ています。今ですね、ロープウェイを使って一気に 2000m より上のところに来ています。ここから南に下って天狗岳を目指していきます。しばらく歩いて分岐に来ました。こちらに行くと島枯山という方になります。なんですけどね、今日天気がすごく良くないんで、こちらの山の方には行かないで迂回するルートを通ろうと思います。こちら側に行くと天池という方に行きます。マイナールートなんでね、もしかしたらラッセルすることになるかもしれないです。ラッセルするかもと思って和感を履いてきたんですけれども、全く必要がないぐらいトレースがきっちりついてます。以前ね、登った時はね、これが大活躍したんですけど、ちょっと今回はいらないかもしれないですね。はい、さらに歩いてですね、天池の方に行く分岐点に来ました。ここからね、少し下って天池を見ていこうと思います。全面凍結した冬ならではの景色が見れるはずです。さあ、天池までやってきました。こちらです、ね、樹林帯を抜けるとですね、雪原が見えます。そしてこの雪原ね、池があるんですけど、全面凍結してその上に降り積もった雪が見れるってわけですね。人によってはね、この池を横切って行く人もいるんでしょうけど、もう僕は恐ろしくてできないですね。もしも氷を踏み抜いて下に落ちたら間違いなく凍死してしまいます。溺れ死ぬ前に凍死かな。いやー、でもなかなかね、絶景っていうか壮観ですね。あ、雪が舞ってる。風がちょっと強いな。今ですね、トレースのない道を歩いています。いや、見てわかる通りね、すごく一歩一歩がしんどいですね。これ和感を履いてるからね、足首より上ぐらいで済みますけど、つぼ足何も履いてないと膝ぐらいまで、膝下ぐらいかな、行っちゃうかもしれないですね。トレースのついているところを歩くとこんな感じです。もうほとんどね、沈み込むことがないんで非常に歩きやすいです。でもね、これはやっぱり和感があるおかげでだいぶ歩きやすいですね。さらに進んで、なんと国道に出ました。こちらですね、夏は普通に車が通れるんですけど、冬は封鎖された道になってるんで歩いてこないとダメです。スリップ注意の看板があるけど、まあ、車は来ないんですけどね。はい、これなんだろうな、キャタピラみたいな跡があって、ジェットスキーとかそんなんが通ってんのかな。こちらにこれから進んでいきます。立派な山小屋があります。麦草ヒュッテですね。いやー、ここはね、北八ヶ岳は冬でも営業してる山小屋がいっぱいあるんで登山しやすいですね。まあ泊まったことはないんですけれども、暖かい布団と美味しい食事がいただけそうな感じです。またまた分岐です。左に行くと白駒池、右に行くと丸山です。僕はね、こっちの丸山の方に向かって行こうと思います。またまたマイナールートですね。だいぶ歩いたんでちょっと休憩をしてます。山小屋の前で休憩してる人もいるんですけどね、あそこは吹きさらしになっちゃうんで、僕はいつもこういう樹林帯の中、風よけなところで休憩するようにしてます。そして丸山 2300m に着きました。ちっちゃい看板があります。でね、こっち側、これがね、これから向かっていく、中岳、中山だったかなっていう方向になります。まだね、目的の天狗岳に行くにはこの山を越えなきゃいけないんで距離がありますね。高見石小屋の展望台に来ました。白駒池が見えます。これもね、全面凍結して樹林帯の中に真っ白い
円が見えます。そしてこちら丸山の方面ですね。まだ遠いな。そろそろね3時を過ぎるんでね、セルトを張る場所を探さなきゃいけないです。ちょっと丸山を越えるまでは行けそうにないですね。今セルトを張る場所を探してるんですけど、聞こえますでしょうか。バキッバキッと木が鳴ってます。風が吹いて木が揺られてバキバキと音を出しています。セルトを張るときにね、こういう風が強いところ、そしてね倒木の恐れがあるところは絶対に避けないとダメです。あとね、風が強いと木の上の雪がねどさっと落ちてくる危険もあるんでね、そういったことも考慮して場所を選んでいきます。ね、この辺り結構スペースがあって晴れそうだなーって一見思うんですけれども、この画面左ね、斜めに木がバーンと倒れてます。だからね、こういうところはね絶対に晴れないですね。恐ろしいです。こんなん倒れてきたら絶対死んじゃいます。まあまあ良さそうな位置を見つけることができましたので、この辺りに設営していこうと思います。まずは整地からですね、スノーショベルでやっていきます。はい、整地ができましたね。僕はツェルトを使うんでね、まあこれぐらいのスペースがあれば十分です。で、向こうの木、ここと逆側のこっちの木、この間にね細引きを張ってそこから釣っていきますんで、そういう位置関係を考慮して整地を最初にしています。今回はファイントラックのツェルト1を使います。全部でね 300g ぐらいです。かなり軽量です。これをね、底を開いたタープスタイルで張ったのがこちらですね。結構中が広くなってます。今ね、底を開いてるんで下隙間があるんですけど、そこはね雪をかけていって塞いでます。で、入り口のところはね、この後荷物と自分が入っていくんで、まだ少し完全に埋めてない状態です。でね、横から見るとねこんな感じです。ね、一見普通にセルトを張ってる風ですけれども、フロアレスのスタイルで張ってます。そしてこのサイドリフター、これねほぼ真横に引っ張ることができてます。この辺はねやっぱ積雪機、雪で高さが出せるんで利点ですね。そして中はこんな感じです。まあ、さっきと重複ですけど、もう床はねないんで、完全に雪の上に、まあ、雪が見えてる状態です。ちょっとね中がねまだ狭いんですけど、この後内側の雪もねぐっと外に寄せていくことによって、居住空間確保できるようになってきます。あとね、狭ければもうちょっと下を掘ってやってもいいかなと思ってます。床にはエマジェンシーシートを敷いています。そしてマットを敷いて、荷物を全部中に入れた状態ですね。結構ね雪がやっぱり入ってきちゃいますね。気をつけてはいるんですけれども、ツェルトとエマジェンシーシートの間はねがっつり隙間があるんで、やっぱなんやかんや生活してると入っちゃいます。ただね、これから雪を溶かしてお湯を作るんですけど、もうね雪は取りたい放題だなっていうのが、なんかちょっと今までになく面白い感じですね。そしてね、こうサイドリフターね、やっぱグイッと引っ張ってるおかげで結構中は過ごしやすいですね。普段使ってるセルト2ロング、あれをインナーポール使って僕はセットしてやってますけど、それより高さがある分広く感じますね。まあ、ちょっと今晩一晩過ごしてみて、どういった住み心地なのか体感していきたいと思います。雪を溶かしてお湯を作っています。ちょっとね、呼び水を入れると効率的に作れます。ほんとね、雪山ツェルト泊してるとね、もうずーっとお湯を作ってる感じですね。
ね、溶かしたら僕の大切な目的の一つ、コーヒーをね入れていくようにします。これ見えるでしょうか、雪ね、綺麗なところを選んで撮ってるんですけど、やっぱりねゴミがたくさん入ってますね。ではいただきます。晩ご飯は雪山の定番ラーメンです。乾燥わかめを入れてるんでね、結構お腹が膨れてよかったです。食事が済んだのでこれから寝ます。すでにね、鶴戸内は霜がついてしまってますね。あと鶴戸の縦が短いんで、どうしても足がね、鶴戸の内壁、雪にね足が触れてしまうんで、足元はねザックの中に突っ込んで寝るようにしてみようと思います。今は夜中の12時30分です。6時間ほど眠ることができました。僕の体から出た水蒸気はね凍りついて霜だらけ、そしてそれが瀬戸内壁の霜、なんかブラブラしてるのがありますね。こういうやつがね、風が吹いてツェルトが揺れて、ツェルトの中で霜の雪が降ってきてます。それがね、いやこんな感じでグローブとかいろんなものに降り注いで、ちょっと過酷な環境になっちゃってます。この手袋ね、もう凍りついてますね。ゴム手袋なんだけど、ぐにゃぐにゃどころかカチコチになってます。失敗しました。メガネも凍ってます。住み心地なんですけど、ちょっとね夜中細引きが緩んできたのか、内壁が内側に迫ってきてます。ちょっとこの辺はね、やっぱインナーポールを使ってた方が一晩翌朝も含めて快適だなっていうのが感想ですね。でもね、まあ軽量化を考えるとこれはねありだなと僕は今回思いました。今朝ごはんを作ってます。でね、バーナーを使う前に絶対やらなきゃいけないのがハードシェルを切るっていうことです。あの内側の霜がね、このバーナーの熱で溶けて水に変わります。でね、それが自分の体についてインナーを濡らしちゃうんで、必ずハードシェルを着てから料理をするように僕はしています。ほらもうね、霜が溶けてるでしょ、オレンジ色が見えてきてるね。もうこれがね、体衣類についてベチャっとして不快になるんですよ。まあもう何度も経験してるんで分かってますけどね、こうやってバーナーの上が綺麗に霜が溶けてます。この時がね、ほんと一番過酷だなって思いますね。すると、あとね、寝袋カバーは今回使ってないんですけど、まあやっぱね湿ってます、寝袋は。ただね、これカバーをつけても結局セルトで結露するか寝袋カバーで結露するかの違いだけなんで、まあこの辺は想定の範囲内なんで、まあいいかなと思って我慢してます。今朝の2時です。これから丸山に向けて歩いていきます。雪が降っててね、そして星も月も出てないんで、ちょっとね天気はあまり良くなさそうです。丸山のピークに来ました。ここはね展望台になってるんですけど、こっち来た方向の高見石小屋の方です。こちらがこっちからこれから行く天狗岳ですね。はい、丸山を過ぎたところですけど、トレースがなくなってますね。結構雪が降ったのと風で飛ばされたんですかね。いや、まさか和漢を履いた1日目トレースのあるところを歩いて、アイゼンの2日目にトレースのないところを歩くとはちょっと思わなかったです。ちょっとミスをしました。天狗岳に行く分岐を過ぎて
黒百合ヒュッテ山小屋のところまで来てしまいました。いやー、ちょっとね、注意散漫になってしまってました。ただね、ここからも天狗岳に行くルートがあるんで、登ったことないんですけど、ちょっとそこ通って行ってみようと思います。今森林限界の上あたりまで登ってきましたけど、ちょっとやばいですね。トレースは全くなくて、僕以外誰も登ってくる気配がないです。やっぱちょっとこっちはマイナールートなんだな、誰もいない。そしてね、ここ岩場になってるから、岩と岩の間に雪が積もってね、全く道がわからないですね。ルートファインディングがすごい難しいです。なんとか標識まで来たのか、多分合ってるとは思うんですけど、これが来た方向、いや違うな、すりがち、あ、黒入り、あ、合ってる。東天狗か、方向は合ってますね。そうそう、この東天狗を目指していってるんで、ちょっとね、だいぶ時間はかかっちゃってるんですけど、方向的には合ってます。朝日が昇る前に登り出したのはちょっと失敗でしたね。1時間と少し登って撤退を決断しました。2時間で登頂する目標なんですけど、1時間以上登ってまだ3分の1も来てないんで、もうこれは無理だなと判断しました。朝日が昇る前に登ったのは大失敗でしたね。もうルートファインディングが全くできないです。先ほど撤退を決断してから下り出したんですけど、北に行かなきゃいけないところを間違えて南に行ってました。もう方向感覚が全くわからなくなって、とにかく下ろうって思ったら逆側の南に行ってたと。危ないです。なんでもうここから時間かかってもいいんで、地図とコンパス、方向確認して絶対に間違えないっていうのを肝に銘じて戻ろうと思います。ちなみにですね、もう岩場を歩いているのと風があるせいか、自分の足跡すらわからないし、何度も道を間違えてるんで、その自分の足跡も信用できないっていう、ちょっと危ない状況です。なんとか下山して黒百合ヒュッテまで戻ってきました。ザックも凍りついちゃってます。朝日が昇ってきて天狗岳が見えますね。こちら東天狗、そしてこの右側にあるのが西天狗です。こちらですね。昨日はもう全然ガスばっかり。いや、今回はね、大失敗でしたね。慢心があったと思います。赤岳や阿弥陀岳登ってんだから天狗岳登れねえわけねえだろって思ってたんですけど、普段ね、トレースのある道を歩いているだけの三流登山家の弱っちいところが出ましたね。はい、さらに戻って暗いうちに通り過ぎた丸山の展望台ですけど、もうガスってて何も見えないです。やっぱあの時の撤退判断良かったですね。1時間ほど待てば朝日が昇るんで行けるかなと思ったんですけど、下山しておいて正解でした。今高見石小屋のベンチとテーブルを借りてコーヒーを入れています。いやー、もうテーブル使ってコーヒー入れるなんてめちゃめちゃありがたいですね。ほんと感謝です。麦草ヒュッテが見えるところまで戻ってきました。天狗岳よりもね、結構北の方まで戻ってきて、今向いてるのも北側なんですけど、こっちはね、そんなにガスってないですね。2つの山が綺麗に見えてます。さらに北に進んでスタート地点のロープウェイ乗り場が見えてきました。見えるかな、画面中央あたり、ロープウェイが左にバーッと下っていってますね。あれに乗って下界に戻ろうと思います。あと10分か15分ぐらいで終わりですね、今回の登山も。いかがだったでしょうか。今回は久しぶりに撤退の判断をする登山となりました。まあ、いろんな失敗がありましたね。マイナールートを行ってしまったということ、調子に乗ってね、朝日が昇る前に登り出したこと、いろいろあったと思います。でもね、まだ私の中に謙虚さが残っていてよかったと思います。
1時間ちょっと登っただけで撤退判断をしたのは本当に良かったです。赤岳や阿弥陀岳、厳冬期に登ってるんでね、大丈夫だって思ってたんですけど、やっぱりね、トレースのついてない道、ラッセルは本当に厳しいなっていうのを今回骨身にしみて感じました。でもね、こうやって、ま、何かミスがあったとしてもちゃんとパニックにならず冷静になって下山判断をすればいいということもありますので、参考にしていただけたらありがたいです。以上、ありがとうございました。